はい、えー、ただいま、Amazon から、えー、音楽再生ソフト、えー、J リバーメディアセンターのソフトが届きました、えー。これからインストールしていきたいと思います。はい、えー、それでは、えー、スロットに、えー、この CD-ROM を載せて、えー、インストールしていきたいと思います。 はい、えー。そうすると、こちらにパソコンの画面に、えー、4種類のものが出てきますので、一番下の使用説明書、ライセンス認証方法というのをクリックしてい、えー、きたいと思います。 はい、えー、そうしましたら、えー、先ほどの CD r o m に入っていたデータをプリントアウトしていますでこの中に、えー、導入方法が書かれていると思いますので、えー、それを元に、えー、導入していきたいと思いますはいえー CD ロムに入っていた説明書をすべて打ち出しましたのでこれに書かれている手順通りに進めていきたいと思いますまず J リバーのーサイトに飛んで、えー、ライセンスキーを取得したいと思います、えー、では えー、検索窓どの検索サイトでも結構ですけども、えー、www.jliver.com で検索をかけてもらうと、えー、一番最初に「j リバーメディアセンターオフィシャルサイトという部分が出ますので、えー、こちらの方をクリックしてくださいはいそうすると J リバーメディアセンターのサイトの方に出ますでこちらからはあまずこのパーチェイスという部分をクリックして、えー、進めていきたいと思いますでは続きますはい、えー、それでは J リバーメディアセンターのサイトにやってきました、えー、上の方にメニューがいくつか並んでおりますが この真ん中のパーチェイスという購入するという意味ですがこちらの方をクリックしてくださいそうすると画面が切り替わりますのでこちらの1行目の中にこの青く染まっているリストアという部分がありますのでこちらの方をクリックしてください えー、はい、えー、そうしましたら、えー、こちらの方に、えー、送られてきた、えー、ライセンスコードを入れますそして、えー、見せられませんので、えー、モザイクをかけますがでその上でこちらのリストアというボタンをクリックします。 はい、コードを入力してリストアのボタンをクリックすると次に氏名やメールアドレス住所等を入力する欄がありますので間違いなくこちらの方は入力して下のリストアをクリックします入力が完了しましたら次にこのような画面になります自分の。 コードが正ししいかかどうか確認を一度します。続きましてこちらの青いコードの上で右クリックして名前をつけてリンク先を保存というところをクリックします。 えー、そして、えー、ご自分の任意のフォルダーに、えー、これを納めます、えー、私の場合は、まあ、ファイル名は変えませんけれども私はこのドキュメントのところに入れてお,きよう入れておこうと思います保存をクリックします えー、次に、えー、登録したメー,ルフォルメールアドレス宛に、えー、J リバーからーライセンスキーを添付したファイルが届いているかどうか、メールが届いているかどうか確認します。私の場合は、By、えー、ボタン、Temporary Install Key for J リバーと来て届いているのが確認できました。 このメールを開くことによって、作業は完了します。開いてみます。はい。そしてメールを開いて翻訳した形がこのような形になります。そしてこちらについております添付ファイルを開いて、ライセンスキーを取得すれば、あ,あとは、えー、完了です。 え続きまして J リバーメディアセンターのダウンロードページにえー移ってきますでここからダウンロードすることになります、えー、そしてえこちらの Windows の方はここからダウンロードそしてえそれ以外の方は Mac と Linux の人はその下の方にダウンロードする箇所がありますのでそちらからダウンロードしてください では私は Windows なのでここからダウンロードしますダウンロードが完了するまで少々お待ちください、えー、ダウンロードが完了しましたらあファイルの方を開いていきたいと思います そうしましたら、こちらの方はあの承諾書になりますので、こちらの方はえ中身を一通りえ読んでから、アクセプトをクリック、承諾しますをクリックします。で、どちらにしますかということで、エクスプレスを選んで、次へ NEXT をクリックします。そうするとインストールが始まります。 のでで完了するまで少々お待ちください、えー、ここまで来ましたらあまあ開いた状態でリストア・ライセンスということで取得したライセンスをここに入力して OK を押していきます、えー、そして、えー、入力に成功するとインフォメーション ライセンスが無事に登録されましたということで出ますのでこちらの方は OK をクリックします次にこの J リバーの起動をした後最初にメニューを日本語に変更します J リバーのページを開いたらまず日本語にしなければいけませんのでこの上の Tools をクリックして次に Language というのを探します ここですねそっからジャパニーズというのを探しますありましたでこれでクリックはい、えー、これで、えー、こちらの方に、えー、J リバーメディアセンター,ー22ですね、えー、のアイコンも出来上がっております あとはあ、お好きな動画、あるいは音楽をこちらの方に入れていくだけとなります。以上までが J リバー,あーメディアセンターのー入力、インストール、ダウンロードに関する動画でした、えー。以上です。本日はありがとうございました。失礼します。